まさか日本と中国でこんなにも差があるとは。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあかねです。長引くロシアのウクライナ侵攻はロシア経済にも様々な影響を及ぼしています。軍事費の増大によって財政赤字は急拡大。その影響で社会福祉やインフラ投資などの予算が圧迫される可能性があると言われています。またヨーロッパ諸国はロシア産エネルギーへの依存を減らす動きを見せていて、ロシアの主要な収入源は減少。さらに輸出入制限、海外企業の撤退、主要銀行の国際決済網からの排除など、西側諸国からの広範囲にわたる経済制裁により、輸入物価の上昇、インフレの加速、失業率の上昇といった問題が発生しています。今回ご紹介するのは、ロシアのウクライナ侵攻をきっかけに、日本やヨーロッパのタイヤメーカーがロシア市場から撤退したことについて。代わりに中国製タイヤが流通するようになったロシアでは、今、大変なことが起こっているというのです。それでは、早速ご覧ください。ロシアからブリヂストン撤退。高品質な日本製タイヤは、海外でも大人気。他のアジア製タイヤに比べると、高価格ではあるものの、安全性や快適性、静粛性の面で優れていると言われています。例えば住友ゴムは、ドイツのコンチネンタルに次ぐ世界第5位のタイヤメーカー。同社はダンロップとファルケンの2ブランドを展開し、低燃費タイヤとして宣伝しているダンロップは、高い知名度を誇っています。一方のファルケンは、オーツタイヤという会社が展開していたスポーツタイヤのブランド。住友ゴムと提携したことにより、住友ゴムのブランドになりました。またファルケンは、モータースポーツで培った技術力を市販車にも応用し、品質と走ることの楽しさを追求。ヨーロッパの自動車メーカーの厳しいテストも難なくクリアする、性能の高さに定評があります。続いてご紹介する横浜ゴムは、古川グループのタイヤメーカー。横浜表記のタイヤを製造していて、モータースポーツにもタイヤを提供しています。スポーツ性能やグリップ性能、ウェット性能に低燃費性能と、さまざまなシーンで力を発揮できるタイヤを製造しているのが同社の特徴。国産メーカーの新車装着タイヤに選ばれるほど性能が高く、低燃費で静粛性の高いバランスの取れたタイヤが揃っています。それから、自動車タイヤのみならず、工業用ゴムやプラスチック製品、スポーツ用品など幅広い商品を手掛けているのが東洋タイヤ。同社は専用タイヤ発想をコンセプトに掲げていて、車の種類に合わせたタイヤを製造しています。例えば、同社のフラッグシップブランドであるプロクセスシリーズは、走行性や安定性、低燃費性、ウェットグリップ性などを追求。また、SUV 向けのオープンカントリーシリーズは、オフロードでのトラクションや、オンロードでの耐摩耗性や走行安定性を、高次元で実現するタフネス構造を売りにしています。そして日本のタイヤメーカーの中でも、特に海外での知名度が高いのがブリヂストン。同社は前身である日本足袋のタイヤ部門として1930年に発足しました。当時はまだ企業の中の一部門に過ぎなかったのですが、タイヤの高い品質が評判となり、1931年には分社独立、1984年に現在の社名になりました。ちなみに社名の由来は、創業者である石橋正二郎氏。英語のブリッジとストーンを掛け合わせたものから来ているんですよ。そんなブリヂストンは、世界でシェアを拡大し続け、
現在では150以上の国々で事業を展開。アメリカやヨーロッパだけではなく、中南米にまで進出しています。世界のタイヤ市場における同社のシェアは 13.6% で第2位。シェア第1位はフランスのミシュランで、そのシェアは 15% とのことなので、2社のシェアの差はほんのわずかということになりますね。ブリヂストンでは普通車や軽自動車用のタイヤはもちろん、大型トラックやレース車両用のタイヤも製造。多くの自動車メーカーの新車基準タイヤとして選ばれていて、直進安定性やウェット性能、低燃費性能、耐摩耗性、静粛性、乗り心地などの面で高く評価されています。そんなブリヂストンは1998年にロシア市場に進出。同社のタイヤは現地でもしっかりと認知され、品質が良いと評判になっていました。ところが2022年、ロシアではある異変が起こります。きっかけとなったのは、皆さんもご存知のロシアによる一方的なウクライナ侵攻。ブリヂストンはロシアのウクライナ侵攻を容認せず、事業の継続についても困難と判断したため、ロシア事業からの撤退を決定しました。同社はロシアへのタイヤの輸出を停止し、現地に駐在する日本人従業員とその家族は帰国。そして2023年、ロシア国内でのタイヤ製造・販売事業を同国の投資会社である S8 キャピタルに譲渡しました。これによりブリヂストンはロシア事業から完全に撤退。事業の継続が困難になったことも撤退理由の一つではありますが、同社が重視したのはやはり現地に駐在する日本人従業員の安全確保であったと考えられます。戦況が悪化すれば日本への安全な帰国が保証されない可能性もあり、人命を守る意味でもロシア事業からの撤退は賢明な判断だったと言えるでしょう。また2022年7月にはフランスのミシュランも年内に全ロシア事業を現地経営陣に移管する計画を発表。同社は同年3月からロシアでの生産活動を停止していて、供給に問題があり生産再開は技術的に不可能と説明していました。こうして世界のタイヤメーカーの2トップがロシア事業から撤退。ロシアはブリヂストンやミシュランの代わりとなり得るタイヤをいち早く見つけ出す必要に迫られました。なぜならタイヤは軍用車にも使われているから。タイヤの供給不足は戦争の勝敗にも影響する可能性があるというわけです。中国製タイヤに変えたロシア。そこでロシアが目をつけたのは中国メーカーのタイヤでした。これまでロシアの軍用車に使われていたのはミシュラン XZL というタイヤ。このタイヤは一般オフロード車や軍用車向けのタイヤであり、圧倒的な堅牢性を誇っています。また様々な空気圧で作動するように設計されているため、速度を落とさずに長距離を走行することが可能。山岳地帯や砂地も何のそので、まさに軍用車のために開発されたタイヤといっても過言ではありません。しかしロシア軍は少しでも軍事費を抑えようと航海 YS20 というタイヤの採用を決定。このタイヤは中国製の軍用タイヤで、ミシュラン XZL のコピー品と噂されているものでした。確かに航海 YS20 は見た目こそミシュラン XZL によく似ていて、素人目には見分けがつきません。しかし性能は全くの別物。ブロックパターンは似ているものの、性能はオリジナルのミシュランタイヤと比較すると格段に劣ると専門家は辛辣な評価を下していました。
航海 YS20 が特に苦手とするのが泥沼状態の地面。戦争においてはぬかるみの中で戦う可能性は十分にありえるのに、この弱点はかなり致命的ですよね。た当たり前のことですが、ミシュランやブリヂストンは出荷前に品質を厳しくチェックしているので、検査に合格したタイヤだけが市場に出回ります。しかし航海 YS20 に関してはろくな検査もせず市場へと流しているんだとか。専門家は航海 YS20 はおそらく正式なライセンスなしでコピーしたものだろうと推測していました。では正規品であるミシュラン XZL と航海 YS20 では価格にどれほどの差があるのでしょうか。中国の B2B EC サイトアリババで販売されているミシュラン XZL は50個セットで$36,000、一方で航海 YS20 は同じ個数でも約170分の1の水準である$208で取引されているといいます。ロシア政府では金銭絡みの不正行為が横行。ロシア軍の高官たちは私腹を肥やすために不正を働いて防衛費を削り、軍用車に安価な中国製タイヤを使ったと言われているのです。そしてあまりの予算は高官たちの内ポケットへ。ある海外メディアはロシア軍の高官は防衛産業における汚職に手を染め、装甲車に安価な中国製タイヤを使用させていたと報道していました。しかしやはり低品質と名高い中国製タイヤ、ロシア軍は中国製タイヤを使い始めてすぐに痛い目を見ることになってしまったのです。早期の勝利を確信してウクライナ侵攻を開始したロシア軍。ところが予想に反して進撃は遅々として進まず、各地でウクライナ軍に敗北を重ねることになりました。敗因の一つと言われているのが軍用車に取り付けられた中国製タイヤの航海 YS20。 ある海外メディアは低価格な中国製タイヤを使ったせいでロシア軍の戦闘車両は険しい地形における機動性が低下し行動不能に陥っている。この問題はロシア軍の進軍速度を大幅に低下させている可能性があると報道していました。その証拠としてネット上ではぬかるみにタイヤを取られて動けなくなった軍用車の画像が拡散。ロシアが開発したバーンツリ S1 という短距離地対空ミサイルを搭載した軍用車が立ち往生している様子も映っていました。またぬかるみにはまって動けなくなるだけではなく、タイヤそのものがパンクやバーストを起こしてしまうケースも多いんだとか。パンツリ S1 はレーダーでも捉えにくいドローンの撃墜に成功した高性能なミサイルですが、身動きが取れないのであれば単なる宝の持ち腐れですよね。要するに中国製の低価格タイヤには険しい悪路を走行できるだけの性能も、重量のある軍用車を支えるだけの耐久力もなかったということ。この結果は安さに目がくらんで中国製タイヤに飛びついてしまったロシアの自業自得とも言えるでしょう。さてここからは中国製の激安タイヤについてもう少し詳しく解説していきましょう。中国には驚くことに約1000社ものタイヤメーカーが存在。しかしそのほとんどは一般的には知られていません。なぜかというと日本とは経営戦略が全然違うから。中国ではまず巨大なタイヤ工場を建設し、国が年間の生産ノルマを設定します。ノルマを達成できない工場は閉鎖に追い込まれるため、新規参入企業や資本を持つ商社などに対してタイヤ事業への参入を促進。そうして
タイヤが生産、販売される流れとなります。とりあえず生産しまくって、販売してしまおうとするのが中国のお国柄。そのため、一つの工場に多数のタイヤメーカーが存在し、タイヤメーカーが増加し続けてしまう結果になっています。しかし、そのような環境では、高品質な製品が生まれないのは当たり前。中国国内で販売されている無名のタイヤが、依然として粗悪品ばかりであることは間違いないでしょう。海外の反応。ロシアには中国製タイヤを購入する以外の選択肢がないのだから仕方がない。しかし、人命に関わる製品はやはり高品質であるべきだ。カナダに住んでいる僕は夏タイヤも冬タイヤもブリヂストンがお気に入りで、家族用のセダンとミニバンに装着している。特にブレーキ性能と氷上でのグリップ力が優れていると感じるんだよね。ブリヂストンのブリザックは家族全員が最高のスノータイヤと大絶賛。我が家の車はすべてブリザックを履いているよ。中国製タイヤの車に子供を乗せるのは絶対に避けたいわ。航海 YS20 はロシアの一件で一躍有名に。戦場で全く使い物にならない最悪のタイヤとして全世界に知られることとなりました。当初はロシアの圧勝で終わると予想されていたウクライナ・ロシア戦争。しかし、ロシア政府高官の不正と粗悪な中国製タイヤの流通がロシア軍の侵攻を停滞させ、戦争の長期化を招きました。もしもミシュランやブリヂストンのタイヤがロシアで流通していたら、ロシア軍はこのような集体を晒さずに済んだのかもしれないですね。車も中国車が増え、国民の不満が爆発。ロシアの大手銀行、オトクリティ銀行が発表した市場調査の結果によると、2023年のロシア市場における中国車のシェアは、2022年の 17% から 49% に急増。販売台数は55万3000台に達し、初めての50万台突破となりました。これはもちろん、2022年から始まったロシア軍によるウクライナ侵攻の影響。西側諸国の多くはロシアに対して数々の経済制裁を行ってきました。トヨタ、日産、メルセデス・ベンツ、フォード、ダイムラーなど、日欧米の自動車メーカー各社はロシアにおける事業停止を発表。ロシア国内工場での生産や販売を終了し、新車や部品の輸出も禁じ、ロシア国内にある各社の新車ディーラーも閉鎖されました。そして、ロシア自動車市場の危機をチャンスと捉えた中国車メーカーは、ここぞとばかりにロシア市場に参入し、シェアを拡大。つまりロシアは進んで中国車を選んでいるのではなく、他に選択肢がないから中国車を選ばざるを得ないという状況になっているのです。ところが、中国車の爆増とともにクレームも急増。ロシアのネット上では中国車の品質の悪さに激怒するコメントが飛び交っています。爆発事故や故障による立ち往生も多発。大雪時に立ち往生すると、レスキュー隊が来るまでに半日以上かかることもあるため、車内に毛布を常備する人が増えているそうです。中には、安全性が低い中国車のことを、車輪付き棺桶と呼ぶ人も。ロシア人の中国車に対する不信感は、日に日に高まっているようです。まとめ。実はロシアから撤退したブリヂストンはウクライナに約5億円を寄付。さらにウクライナから避難してきた学生の受け入れを行う
日本経済大学の取り組みに協力することを発表し、同大学の避難民学生に対してインターンシップや工場見学を実施しています。ウクライナの人々に対する人道的支援を継続的に行い、ウクライナ情勢の平和的解決を願うブリヂストン。このような素晴らしい企業が日本にあることを、私たちは日本人として誇りに思いたいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。